株式会社アップガレージは横浜市青葉区に本社東京都町田市に本店を置く中古カー用品と中古オートバイ用品を販売するチェーン店を日本全国に展開している会社である。アップガレージのアップとはユーストパーツの略でカーライフのステージアップに貢献する意味である。 2010年9月3日にアップガレージグループは100店舗となり、2020年11月時点で180店舗以上あり、首都圏のほとんどは直営だが、全体の7割以上はフランチャイズ。なお、2020年11月の時点で、県内20店舗以上ある県は、埼玉県と千葉県で、逆に1店舗もない県は、和歌山県、徳島県、高知県、鹿児島県の4県である。 チェーンには、中古カー用品の買い取り、販売を行う、アップガレージ、中古バイク用品の買い取り、販売を行う、アップガレージライダース、中古タイヤ、中古ホイールの買い取り、販売専門のアップガレージホイールズ、中古工具の買い取り、販売を行う、ワークガレージがある。アップガレージライダース以降の店舗は、アップガレージ店舗内に併設されることが多い一方、 仙台や乙女店や石巻店のように、イエローハットと併設される、アップガレージ店舗、ナップスやライコランド、南海部品と併設する、アップガレージライダース店舗もある。かつては、メーカーや、車種などを限定した中古カー用品の買い取り、販売を行う、アップガレージ GT パーツ本店、アップガレージ GT パーツスバル館、アップガレージ GT パーツ館、アウトドア用品を扱う。 フィールドガレージもあったが、現在はすべて閉店している。基本的に商品は、バイクパーツ、車体と、車パーツ、車体、部品に大別され、商品に応じて1週間から1年間の保証が、つくが、分けありコーナーと呼ばれるジャンク品については、保証がつかない。買い取りに力を入れており、全国180店舗で行われている、店頭買い取りだけでなく、 専門スタッフが自宅などの指定場所に伺い買取を行う出張買取や買取してほしいパーツ類を専用キットに詰めて送るだけの宅配買取カスタムカーを丸ごと買取る愛車丸ごと買取など様々な買取方法があるまた電話やメール LINE にて無料査定も行われているアップガレージドリフトエンジェルス略称ドリエントは 2009年より活動している同社のイメージがあるユニット。D1 グランプリやスーパー GT でのレースクイーン活動をはじめ、CM、広告出演などを行っている。海運アップちゃんは2016年より活動している同社のマスコットキャラクター。サーキット会場や同社のイベント等で活躍しているほか 2020年4月6日よりショールームにて毎日生配信を行っている。ありがとうございます。